ます。ごめんなさい、ちょっと遅くなりました。今日のインスタライブはなんかクリスマスコフレを何個か使って、どうしようかな、1個か2個か使ってやっていこうかなと思ってます。結構なんかクリスマスコフレ何買いましたかって聞かれることが多かったので、ちょっと使っていきたいと思います。今日はまず朝モイスティーヌでベースっていうか化粧水と、なんか保湿のものと乳液とを手でつけました。はい、オレンジ復活してないです。多分落ちてきたんだと思う。これ結構落ちてちょっと薄いオレンジになってきちゃいましたね。で、前回から引き続きこのスックのトリートメントセラムプライマーを使います。そうなんです。皆さんは何か買いましたか？クリスマスコフレ結構もう、そうね、眠いですよね皆さんね。で、だいたいね、あ、そう、モイスティーヌの日焼け止めを1対1ぐらいにします。今日はなんかそんなにすごい赤みがあるんですけど、スックいけますか？そう、いや、赤みがあるんだったらどうかな。赤みがあるんだったらなんか緑色のものとかの方がいいかもしれないです。うん、ね、あ、ナーズのアイカラーパレット買いました。そう、今日実はナーズを使います。アイカラーパレット、そう、 UV と下地混ぜても大丈夫です。合わないものももしかしたらあるかもしれないけど、基本的に私は今までの使ってるものは全然大丈夫です。で、下地をつけたら今日はちょっとね、さらっと薄付きな感じにしたいのでこれにします。ただね、アメリカでしか買えないかもしれないけど、これはね、色は何番だったっけな、1番だと思います。そう、1番を使います。そう、日中とか日焼け止め塗り直しますか？どうかな、塗り直す時と塗り直さない時と、その時の紫外線の状況によるかもしれない。うん、で、トントントンってこの真ん中あたりにつけて、これぐらいつけます。で、全体にふわっと伸ばします。相変わらずこのブラシが好きです。ニキビができたらスキンケアどうしてますか？めっちゃモイスティーヌを頑張りますね。最近でも本当に機械をちゃんとやるようになって、そう、壊れてたからずっとできなかったんですけど、やるようになってだいぶ良くなってきたっていうか、乾燥があんまりひどくなくなってきましたね。そう、やっぱやらないと結構乾燥がひどいかもしれない。結構薄付きでさらっとつける感じにします。今日はこれぐらいです。はい、そうです。で、次に眉毛をいきますね。眉毛は相変わらず、そう、うん、ブラシはアーティスです。あ、でね、私が作ってるのはオーバル7番ですね。オーバルの7のサイズです。はい、あーね、シューのリップが気になります。今日はね、シューのリップじゃないんです、残念ながら。シューのリップ迷ったんですけど、今日はね、違うものにします。で、眉毛は
眉毛ね、そんなに最近整えてないですけど、まず眉尻からエンドを決めますね。どこまで描くっていうエンド、私の場合は今眉毛があるところまでにします。で、足りない部分を埋めていく感じで塗り、描いていきます。そう、で、これぐらいです。ね、ボビーブラウンのアイブロウってすごい描きやすいですよね。そう、割となんかザクザク描いても大丈夫な感じだからすごい描きやすい。私もこれすごいずっと使ってるものです。そう、なんか気分によってちょっとナースを使ってみたりとかいろいろするんですけど、結局なんかこれは毎回欠かさずに買ってるものですね。髪の毛と眉毛の色は違くてもいいんですかっていうふうに来たんですけど、バランスによりますね。だからすごい足の髪の毛で赤い眉毛にするとやっぱり違和感があるし、でも今の感じだと私根元がちょっと黒い、黒いっていうか本当はちょっとだけ染めてるんですけど、だからなんとなくそういう感じの色に合わせてる感じ。完全にオレンジにしちゃうとすごい逆に浮いちゃうから、それも嫌だなっていう感じで、そう、こういう色を使っております。なんか眉毛ってちょっとふわって見えるぐらいの方がいいかなと思って。そう、あーでもね、真っ黒の髪だったらこれよりもうちょっと濃い色の方がいいかもしれないです。そう、でもなんかその元々の眉毛の濃さとかそういうのもちょっと関係してくるかなっていう感じですね。はい、でこのこっちの色を使います。ブロー、ボビーブラウンのブローキットです。多分濃い色と薄い色とあって、これ薄い色の方だと思います。 2個あるんじゃないかな、ブローキットって確かの、確か薄い色の方の、その薄い色の方の中の濃い色って感じです。で、そう、このブラシっていうかパウダーで描くときはこうですね。こう、そうで、で眉毛は終わりまして、で今日はそう、すごいこれ結構使えるなって思ったものが、ちょっと待ってくださいね。そう、3のこれです。リベレーションパレット X0I01で、これね結構ね割と全部使えるかもって思いました。なんか私ちょっとこれだと、この上のピンクっぽい赤っぽい感じだとリップは少し浮いちゃうから、髪の毛の色に対して、なのでこれはねあんまり使わないかなと思った。でもね試してみたところ、これ普通にハイライトってなんか、なんて言うんだろう、なんだっけ、つるっとするやつ 名前をど忘れした、ミルクとか、ムーとかで出てるこの毛穴とかちょっと隠せるやつ、の質感に似てる。ハイライターって一応書いてるんですけど、結構なんか陶器みたいにツヤってなる感じで、このねシェードも使える感じでした。
ちょっとだけシェード使ってみようかな。なんかね、割とこの辺にこういう影を作る感じで、線になると嫌なので、線にならないように、あ、そう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 、スキンスムーサーと似てる、そう、陶器肌にするやつで、線にならないようにこうやってするとスッてなります。結構私あのお客様にも割とこのなんかローライターみたいなやつは勧めてましたね。うん、あとはね、このね、顎の下に塗ったりとかもいいかもしれない。ただちゃんと伸ばしてるかどうか確認しないと、汚れてるみたいにならないようにしないといけないので、ちゃんとここも、そう、ちゃんとここも塗って、そうすると結構あの陰影ができて、少しここのあのここのなんだろう、顎のラインがシャープになったりとか、あとはここのね、生え際に塗る人もいますね。そういう感じでも結構使えます。でハイライターに関してはなんかね、小鼻とかもいける感じがします。そう、この辺、この辺とかもちょっとこう毛穴が隠れる感じ、ツヤ感っていうよりも陶器肌っぽい感じになります。うん、あとはそう、これね、でも全部使うかなと思ったんですけど、今日はね、そのハイライターとローライターだけにしてちょっと次に行きますね。で、この前から、あ、でも後からあれも使おうかな、チークも使っていこうかなと思いますで、で3の、これも3なんです。これはね、別に普通に買えるやつで、すごい多分人気のあるやつ、前回もちょっと少しだけ紹介したかなと思うんですけど、アディクションも同じようなの持ってるけど、これは結構お客様にねすごい紹介した。今回で、これは本当にハイライターとして使います。さっきのは結構ちょっとこう陶器っぽい肌にする、そう、感じにするためのものを、これは本当にハイライターって感じです。で、だいたいね、ここにおでこの、まあ、人によって若干ハイライターって入れる場所違うんですけど、なんとなくこんな、これぐらいのところっていう感じでやっていきます。そうと、ここの鼻筋の手前、あとはここですね、これ結構サラッとした質感ですね。これ多分すごい人気だから皆さん持ってると思います。この頬骨の高い位置、あとはここのね、三角形のところにも入れます。三角形のところっていうか、何が三角形か分かんないと思うんですが、目の下にのここに光を持ってくるっていう感じです。で、顎にもちょっとつけますね。はい、これぐらいです。そうすると光が結構こう真ん中に寄ってくる、こっちがちょっと影になる感じにするようにします。で、この横の この子をチークのベースとして使います。これぐらい、で、これもベースとして使う理由は、まあ、これだけでもいいんだけど、結構ね、なんて言うんだろう、パール感があるので、これもこのチークのに塗る、チークの下に塗ることでなんか立体感が出ます。そう、
立体感が出て、ここにこうふわって立体感が出てきます。でその上から、あ、でもね、チーク先にしちゃうとって結構チークが目立っちゃうかなと思うので、これちょっとチークの最後のパウダーのチークは最後にしますね。でナーズ、これです。すごいですよね、キラ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 です。のちょっとね結構迷ったんですけど、リップの色がすごいね、こう なんだろう若干マットな感じなので、少しそれに合わせてマットっぽい色味でいこうかなと思います。これのこれのまずベースにこの色を塗ります。これちょっと待って、右上だからリングマイベルっていう色です。これをちょっとマットっぽい感じで塗ります。これはギリギリアイホールからの少し、アイホールじゃない、目の際からの少し上に重ねて塗っていく感じ、こんな感じです。そうで、こっち側もこうやってね、こういう感じで塗っていくとちょっとグラデーションになります。もうちょっとかな、そうで、アイホールまで。で、日本人の肌に塗るとちょっとオレンジっぽくなるかなって思う。そう、これぐらいですそうでごめんなさい、先にこれすればよかった、あのビューラーすればよかった。上げていきますね、ビューラーで。先にしてた方がいいかな、ビューラー。そう、粉物ってね落ちちゃったりするのが嫌なので、あ、粉物じゃなくても、うん、で、ふわって上がるぐらいにします。まつげパーマね、すごいやりたいなって今思ってて、こっちにもあるのかな、聞いたことないから、こっちでやってる人、日本に帰った時にできないかなと思ってます。そう、ぐらいですね。あ、この前のトム・フォード似てますか？はどうだっけ？どうだっけ？なんか今パッと思い出せない、どうだっけ？ちょっと確認してみます。そう、これちょっとマットっぽい感じの色味で、先に目の下いきます。目の下にね、ちょっとねこのオレンジを使います。これ逆に目の下の方に少し濃い色をのせる感じで、そう、指でつけるのと手でつける時の違いなんですけど、あ同じだ、指でつけるのと筆でつける、そうの違いなんですけど、手でつける時は結構は広範囲につけてもいい時で、筆でつけるときは、ちょっとね範囲狭めにつけたいときにつけます。そう、この色ねめっちゃ可愛くて、目の上につけようかなと思ったけど、なんかちょっと行き過ぎ感があったのでこれぐらいにしました。で、そうで、その後にちょっとその横のね、この濃いめ、よいしょ、こっちですね、濃いめの色、はい、濃いめの色をアイラインの代わりに引きます。だからちょっとほ細い筆、まあ今同じの薄色からちょっとずつ濃い色を使ってってるので同じ筆を使ってます私は。だけどもし
分けるときはこのアイラインを描くとぽく描くときが一番なんだろう細い筆を使ってあげてください。でちょっとこう下を向きながらギリギリ、そう結構ね一重の人とかこれ使えると思います。あのアイラインで、アイラインじゃない、濃いアイシャドウでアイラインっぽく引く、そうグラデーションっぽくするって感じです。でも本当にねなんかアイラインだとちょっと強く出すぎるのが嫌な人とかも少しだけグラデーションでこの目の、あライブしてないとこんな丁寧に毎日してないです。全然今なんかちゃんと分かりやすく説明するためにすごい丁寧にしてます。こんな感じ分かりますかね、少しグラデーションになってます。そうあとねこの全部マットな感じじゃなくて目の下に塗ったやつはちょっとだけキラってします。分かるかな、うん。そう一重の人にね私このアイシャドウパレットの中の異色で濃い色を目尻につけてやるっていうやり方はねすごいやってます。だから楽しいんですよねこのパレットを結構使えるから。二重の人は難しいのはあのやりすぎメイクにならないようにしてもらいたいっていうのがあります。だからこの濃い色があの全体的にガツってこないようにしてます。この目尻中心、黒目の上から目尻までです。こんな感じ。そうなんです、なんかね歌舞伎っぽくなっちゃうんですよねあんまりやるとっていう感じです。だからねアイライナーもね今日はね引かないようにします。そのままで、前回から好きな前回というか最近好きなアンプリチュードですねのこの紫だけど黒っぽく見える紫だからなんかまあ感覚的にはほとんど黒っぽいって感じです。そう前色ね使いこなせる気がしない人は無理して買わなくていいと思うね。でも例えば4色入ってるのとかすごい使いやすいかも、どのブランドでも。だから4色だったら薄い色をある程度アイホール塗って一重の人はで濃い色を目尻に塗ってなんかちょっとキラッとするのを下に塗ってみたいな使い分けができます。ただ本当にね顔による。めっちゃ濃くなる人マジで気をつけた方がいいかなって感じです。もともと目の周りが結構くすみがちな人はこの色はちょっと危険かもしれない。だからベースにくすみを取るようなものを施す。例えばナチュラグラッセの私がよく使ってるクリームっぽい白い色をベースにつけて上からやると割とくすみが取れたりもします。そうだから自分でくすみあるなと思う人はこれつけるときに思い出してみてください。全然多分違う色に発色しちゃうから、そう難しいですよねアイシャドウってね。はいです、こんな感じです。これぐらいそんなにすっごい紫ってわかる感じではない感じで、今日はアイシャドウを塗ってるのでそこまでアイライナーって感じにはしないぐらいにしました。はい、で先にリップ塗っていこうかな。え？おや？おやってなんかおやって言ってる人がいる。で、クトーのクリスマスコフレ、そうそうそれもあります
そう、結構私いっぱい持ってるからどれ使おうか迷ったんですよね。そう、でもね、今日は結構トーンのやつは薄い色系が多かったから、ちょっとなんかなんて言うんだろう、ちょっとこう大人っぽい感じにしたかったっていうのと、やっぱ髪の色もありますね。です。で、はい、リップ、リップこれです。 MAC の312で合ってるかな、パウダー、なんかほんとパウダーっぽいやつです、これ。私も買ったので動揺してしまいました。え、持ってるって感じですよね。はい。で、マックね、人によってはね、乾燥っていうか唇荒れたりする人もいるので気をつけてください。うん。で、ベースに軽くリップをつけて、このマックのリップね、結構可愛いんです。ほら、なんかオレンジっぽくも見えるし、秋色って感じ。なんかそんなにツヤツヤもしないし、あ、美人ペースト続けたいけどないんですよ、もうなくなっちゃった。だからね、買ってこようと思って忘れてました。そう、マック荒れる人いますよね。でもこれめっちゃ可愛い色なんです。そう、やっぱりこう絶妙な色を発見するのに、すごいマックってすごいいっぱい種類が豊富だから、それはもうありますよね、絶対ね。あー、マックの店員さんギャルっぽいですよね、確かに。でも可愛い色はたくさんあります。で、そうで、マット感強めです。強め、可愛いですよ、すごい大人っぽくて、オレンジっぽいんだけど、なんか、サテンって感じで、それに合わせるために全部がツヤに仕上がらないように、3のさっきのクリスマスコフレのこの一番右側、はい、をつけます。をトントンって筆につけて軽く落とすっていうか、手になじませて、この丸っこいところにふわっとつけていきます。でも入れすぎ注意。へえ。リップ塗ると唇のシワが目立ちます。あ、ベースにあれ塗ってもダメかな。なんていうの？こういうリップクリームとか塗ってもダメですかね。これぐらい。これぐらいです。ね、なんかアイラインっていう感じでパキッてするのが苦手な方は、こういうグラデーションを使ってやるといいかなと思います。うん、今日もモアリップです。そうなんです。そうなんです。で、どうしようかな。髪そのままの方がいいのかなと思ったんですけど、どうですかね。とりあえずモイつけようかな。うん、モイつけて、そうなんですよね、なんとなくそのままの方がいいのかなと思ったりも。そうなんですけど、どう思いますかね。どう思う。そう、多分このままはこのままで自分的にも納得って感じなんですけど、何かあった方がいいかな。声だけ聞いてたらローラに、ローラの声みたいな。それは3回ぐらい言われたことがあります。うん、ニット可愛いですよね。
いや、ニット可愛いんですよ。ニットめっちゃ可愛いんですよ。ね、日本だと結構取り扱ってるところあるんじゃないかなと思うんですけど、私このブランドすごい20代前半の時によく着てました。で、アメリカだと取り扱ってるところがあんまりなくて、で、そう、取り扱ってるところがあんまりなくて、でも結構昔からアメリカに来た時ぐらいから行ってたショップに取り扱ってるのは知ってたんですけど、なんか久々に行ってみたらもうなんかそうすごい好きでした。はい、すごい好きで、これね、ブランド名はねブレスって言うんですけど、そうなんです教えてプリって言うんですけど、ここね面白いんですよ。こうやってね、なんかなんていうの、こうスタジャンみたいな感じのがつながってる感じになってる。で、だから後ろから見たらなんかちょっと羽っぽいみたいな、鳥っぽいって感じです。なんだけど、こう、なんだけど前から見たら普通のニットっぽく見える感じ。そう、ブレス懐かしいですよね。ね、懐かしいんですよね。結構なんかファッション好きな人だったら結構ね知ってると思うんですけど、結構やっぱり今見てもめっちゃ可愛いです。うん、そう。でも私昔めっちゃ着てましたよ、ブレス。ね、面白いんですよね。多分ブレスって言ったら、あ、そっち系だったんだってわかるかもしれない。です。そうなんです。で、いや、髪どうしようかな。ね、クリエイティブなブランドです、本当に。髪どうしようかな。なんかこのままささって結んでも良さそうですよね。前髪ちょっとこれぐらい下ろして、でも下ろしててもいい、どうですか。髪型そのままでもいいですよね。そうしようかな、今日。ちょっとじゃあ質問タイムアップ、どっちがいいかな。いや、アレンジするかしないかの迷いなんですけど。そう。どうですかね。下ろす2票。そのままで。はい。はい。そのまま下ろしてるのが、かしこまりました。じゃあ今日は下ろしでいこうかな。はい。で、やっぱオイルつけるだけでだいぶ変わると思います、ブリーチ毛とかは。で、ここに前切った、ここ横になるような前髪にしてるので、本当はね、こうやってね、かかってきたりしても可愛いかなっていう髪型なんです。だけど、邪魔に、普段は邪魔になっちゃうから、結構横にバッてやることが、そう、いいってなります。そうなんです、っていう感じ。ここはもう寝癖のままって感じです。じゃあ今つけてるものを紹介していこうかな。で、まず今日はドロップスチョーカーに、ウェーブチョーカー、両方シルバーです。で、フラット、ピアス、と、これはね、パシアカフのデューンですね。ここに透明のジェムが入ってます。はい。で、ラミナーリングで、デビリスチェーンリングで、いつもつけてるアリードリング、これは前がちょっとこういう坂道になってます。だから曲げたりとかもしやすいです。で、これがバイトですね。最近もこれも割といつもつけてます。これはでもオーダーです。オーダーリングね、イヤカフかわいいですよね。そうなんです。まあ、運が良ければあります。あとこれとブルーの石もあるので、そう、すごい
すごいね、結構ね、そう好きだから、なんか結構ニットとか重めのものを着るときはこういうのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとポテッとした質感でも、その時にここもポテッとさせちゃうと重い感じになっちゃうから、ちょっとだけこれは軽めのなんか質感のものにしてみましたっていう感じです。はい、でバイトはね18金です。そう、ネイル超可愛いですよね。これなんか私の携帯の後ろのケースのなんかちょっと石っぽい感じとすごい似てて、そうで上は、あ、下半分はミラーネイルをやってもらいました。そう、フェンティビューティのパンプキンローズ塗るとギョッとすると言われたのですが、どういう塗り方をしたらいいですか。塗るとギョッとする、ギョッとする、確かに人によってはすごいなんか明るくてふわってなるかもしれないです。だから本当にポン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 ってポンポンポンってつける感じで、少しこういう色と混ぜてあげてもいいかもしれないです。うん、ちょっと落ち着いた色とっていう感じです。で、RMS はね買ってないんですよ。 RMS のクリスマスコフレはお客様で持ってきてくれた方がいて、その方と一緒に使い方をなんだろう、結構ねグレーっぽいのとかがあって、もともとくすんでる人だと使うのが若干難しかったりするんですよね。それがそれをくすまなくて色をちゃんと発色させられるようにやる方法をお客様と一緒にこうやったっていう感じで、だから私自身は持ってないんですけど、それで使用感とかは知ってます。うん、でもあれ一色を全部つけようと思うとある程度くすみがない人の方がおすすめかなって感じ。くすみがある人は全部コンシーラーとかちょっと光を使って肌のトーンを若干明るくしたりとかした方がいいかなって思います。うん、前配信で着てたベージュの透けワンピもどこのか知りたいです。これはあれはね作ってもらったやつなんですけど、実は昨日早速パターンを作ってもらう予定にして、でそうワンピース作ってくれる方とも連絡取って、ただ何枚作れるか分かんないです。生地がもうあり次第って感じだから数枚になっちゃうか、まあいって10枚ぐらいか、でも10枚もいかない気がしますっていう感じで、多分多分ね結構まあ数ヶ月以内にはお届けできるかなというか、もし購入したい方がいたら購入していただけるかなと思います。はい、でですね、そう時々わって言ってほしいだってユーミンさん、そうですよね、時間的にね、そうですよね、そうオリジナルなんですよね。振袖日本クラウン似合うと思います。うん、あ、アイさんよく眠れましたか。そうミフちゃんとね、そうなんです、昨日ね、そうスリープトレーニングのことで結構問い合わせをいただいてて、なんか割と寝ない人が多いみたいな感じで、赤ちゃんがね、で私もねミフめっちゃ寝てたんですよ。もう本当に夜通し寝るぐらい寝てて、そしたら日本に連れてった後からなんか様子が変わって結構起きるようになっちゃって、でそこからどうしようかなと思ってたんですけど、やっぱりこう夜間授乳をしないと寝ないようになってたから、これはもうなんか私の体力的にもできるだけ、ね、寝てもらいたいっていうのと、やっぱり赤ちゃん本人もその寝れた方が体力がちゃんと回復するし、こうちょこちょこ起きちゃうのが癖になっちゃってるのもかわいそうかなと思いますっていうか、それも本で読んだんですけど、だからで昨日の夜試してみて、昨日のお昼から試してみて、
昨日のお昼はベビーシーターやってくれてる子にお願いしてやったんですけど、それはね50分ぐらい泣き止まなかったって言ってました。で50分後にはでも自分で寝て、でそこから2時間ぐらい寝てやっていてました。だからね、その自分で寝た方が自分結構寝るみたい、長く寝るみたい。でそう、で昨日の夜は1時間泣いてましたね。そう、1時間泣いてた。で寝て、そこからその後にも、あ違う、寝る時はそうすっごいすんなり寝て、一回起きちゃったんですよね、1時間後ぐらいに。でそうなんです。でその後に起きちゃったから、でもできるだけもう私のやり方はずっと放置しないんですよね。本で読んだ、できるだけ自分なんかやっぱ心が痛くなっちゃうからずっと放置するのは、だからカメラで見ながら5分泣き止まなかったらなんかちゃんと見てるよって言いに行って、でもちゃん持ち上げはしない。で10分の時にもう一回行って、でも持ち上げはしない。で30分の時にもう一回行ってみたいな感じで、ちょっとずつ間隔を空けていって、で1時間経って泣かない時はもう一回こう落ち着かせるっていう感じ。そうそうそう、いや続けるのは辛いです。でも別に赤ちゃんに精神的に精神的なストレスがあるわけじゃなくて、赤ちゃんもそれでトレーニングした方が長く寝れるから、夜中にちょこちょこ起きなくていいっていうのは赤ちゃんにとってもストレスが少ないみたいです。うん、だから寝る人、あ、一度も起きず10時過ぎまで寝るのは大丈夫でしょうか。それはすごいラッキーですよね。うん、っていう感じ。だからそう、お部屋にカメラ、ちっちゃい小型カメラをつけてます。赤ちゃん用のね、赤ちゃん用のカメラは、そう、念トレなんかもね失敗しますよね。そうなんです。そうだからね、その、まあ、考え方によるから、うちは合ってないっていう人は無理に念トレ必要もする必要もないけど、やっぱり夜中に何回も起きることが辛いお母さんとかは、私白の時もやったんですけど、すごくおすすめです。うん、うん、っていう感じかな、っていう目的でやってる。だから合わない人はやらない方がいいで、精神的ストレスになるようだったら。そう、一緒に同じ部屋なんだけどベイビーのベッドに寝てますね。1週間ぐらいで慣れますよね。そう、吐くの時もね、だいたい数日あれば結構一人でパタンって寝てました。なんだけど吐くは今は結構ね夜中に起きちゃいます。そうそうです。全然起きないのは問題なさそう。うん、吐く一人で寝てたんですけど、それも日本に行ってから変わりましたね。もうなんかパパの部屋じゃないと寝なくなってる。だからミフと私、旦那さんとハクみたいな感じで寝てます、今別々の部屋で、っていう感じです。あとは、うん、あとでもどうかな、まだでもちょっとまだ分かんないんですけど、もしかしたらレナに行けるかもしれないし、どうかな、まだ分かんないんですけど、そう、もう私が行けないとしても、フリマをねやろうかなと思ってます。はい、フリマで結構またお引越しがあるので、割と一掃したいと思ってます。だから靴とか、多分割と皆さんが好きなんじゃないかなって思う靴とか、まあヴィンテージはどうかな、そんなにいっぱいあるか分かんないけど、服も、はい、やろうかなと思ってます。でミフのサイズアウトした服がめっちゃいっぱいあって、そうで誰かにあげたいと思いながらずっと溜まっていってて、でも近くにそれぐらいの、やっぱ赤ちゃんのその新生児って本当にジャストなサイズじゃないと着れないですよね、そのシーズンにそのジャストなサイズじゃないと。だからね、難しくて、だから
すごいジャストなんだけど、あの季節が合わなかったりっていう服も、一回のもう着てないものとかも結構あって、だからそういう服をちょっとフリマで、あのそんなになんかもう全部持ってていいですよっていう感じにしようかなと思ったんですけど、そうするとあの最初に来た方が全部いっちゃう、取ってっちゃうかなと思ったから、一応あの値段はつけるけど、でもうん、そう、でもすごい子供服に関してはすごく安い、そう服にしようかなと思って、安く値段設定しようかなと思ってます。そうだから、これから生まれる方とかはいいかもしれない、服的に。すごいやっぱりあの乳母用のものが結構ありますね。はい、東京でやります、東京でやる予定です。でもわかんない、あのまだね、あのはっきりは決まってないから、やりたいなーっていう段階で、東京のこと話してる段階ぐらいな感じです。はい、です。そうなんです、ウェブだとねちょっと難しいかなって思います。うーん、そうなんですね。私もね行きたい、でもね私がねテントには立てないかな、その時はテントには立てないとは思うんですけど、でも商品だけはちょっと並べに行こうかなと思ってます。はい、みゆちゃんも洋服80ですか、わかんないな、日本のサイズ何なんだろう。今みゆが実際着てるもの、着てるサイズは6ヶ月から12ヶ月のものを着てます。はい、です。20代のうちは日本でがむしゃらに働くべきだと思いますか、もっと早く海外へ行ってればよかったなと思うことはありますか。いやもうどっちでもいいかもしれない。私でももし海外に行きたいんだったら早く行くのは早く行った方がいいかなとは思いますよね。英語もマスターできるのも早いし。でも私は実際海外に来たのは30過ぎてからだったけど、それでも日本で働いててよかったなと思うことはすごいあります。なんかそのベースがあったから今日本で、あの日本の人たちとお仕事できたりとかしてるから、あとこう、うん、だから自分がどっちでもいいけど、でも、まあ、英語のためにも早く行くに越したことはないかもしれないですね。あ、ロホチョーカー再販した、ロホチョーカーね、あの2月にまたあの買い付けに行ってからになるかなと思います。今の時点ではもうかなり品薄なんじゃないかなと思います。もう私たちの手元にある石もほとんどないって感じなんですよ。そう、申し訳ないですね。あとはもし質問が何かあれば、あと5分で誕生日なんです、おめでとうございますね。何するんだろう、3人目を考えてますか、考えてません、もうこれで終わりかなって。あっくんの不調を伝えるためのストーリーなんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ。ですね、あ、ひかりさんの紫の髪色素敵でした、オーダーの仕方教えてほしいです、だそうです。ひかりちゃん可愛かったですよね。そう、小野坂さんにやってもらったやつすごい可愛いなって思った。LA のプルームはお店に入れますか。アポイントメントを取っていただいての方がいいと思います。多分急に来ても空いてなかったりとか、人がいなかったりとか、見れなかったりとかするので、アポイントメント取るのはinfo@pluhair.com だった気がします。はい。あ、スパニッシュのやつですね。そう。うん、スパニッシュ。
ね、そうそう、結構でもね、本当にそうなんです。それを見た方から伝えられないのに、そういう言葉のわからない学校に入れるのはちょっとかわいそうじゃないですか、みたいなコメントもいただいたりもしたんですけど、ただ結構ね、博の場合はそのスパニッシュも喋れるっていうこともあるし、先生が喋れるから、それである程度ね、こう結構何て言うんだろう、コミュニケーションも取れてる感じではあります。ただやっぱり日本語よりはそんなにこう英語がスムーズではないから、だから未だにね、行くの泣いちゃったりもしてるんですけど、でもまあだんだん慣れていくかなって思ってます。で、慣れていくのもやっぱり早いうちの方がストレスが少ないかなと思って、結構小学生と同時に入れると、トイレに行きたいっていうのも言えなくて、お漏らししたりとかする子もいるみたいで、だからちょっとね、ちょっとこう、だん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 慣らしていく感じの方がいいかなって思ってます。なのでね、ちょっと早めにアメリカの学校に入れてみました。3人目考えない理由はありますか？仕事も結構したいっていうのもある。だから、こう時間的にやっぱり難しくなってくるかなっていうのがあります。っていうのと、そうですね。っていうのが理由が一番かな。はい。私もおめでとうって言ってください。誕生日かな。おめでとうございます。ね、私もあと1ヶ月で誕生日です。はい。あ、ステラのスニーカー欲しいます。可愛いですよね、あれ。めっちゃ可愛いんですよ。ただ、サイズによっては悪くないか分かんないですね。あ、そうそう、夜通し寝てほしいけど、眠すぎて心が折れてしまって、そういちちしちゃいます。でも、私もそれやってたんですよ。それで結構ね、もう離れられなくなってた。って言っても、夜3回しか起きないんですけど、多くても。だから、吐くの時よりは全然少ないです。吐くの時はもう本当にめっちゃ起きてました。もう本当に心も体もやばいって感じでした。そうなんだけど、やっぱそういう父は楽だからやっちゃうんですけど、もうそろそろ半年になるからやめようかなって思ってます。でも待って、これはプルイ .co.jp は日本ですよね。アメリカのアポイント、ん？アメリカのプルイですよね。そう、アメリカのプルイは違うんじゃないかな。info@pruihair.com じゃなかったかなと思うんですけど、どうだろう。はい。です。っていう感じかな。すごい、誕生日の人めっちゃ多くないですか？ね。足がめちゃくちゃ小さいのでないかな。あ、でも私が見た時はちっちゃいサイズしかなかったです。で、モイスティーに会えたのは初期費用はどれぐらいでしたか？12万ぐらいだったと思います。それぐらいした気がする。その時はすごい、携帯用がなかったんですよね。携帯用のなんていうの、ちっちゃいやつ、ラミノかな、がなかったから、多分若かったらそれ使ってたかもしれないんですけど、そう、結構ね、その時はなかったから、最初からもう大きい機械を買いました。です。です。そう、ひかりちゃんありがとうございます。info@pruhair.com です。はい。っていう感じです。キャリーケース新調できましたが、あれね、新調したんじゃなくて、お直しに出してます。
日本から戻ってきてアメリカの空港で荷物をピックアップしようと思ってめっちゃ重かったんですけど、一生懸命その、あのターンテーブルみたいなところからガッて引き出したらゴトってなるから、あれって思ってみたらタイヤが1個なくて、もうバキバキに折れてましたね。やっぱりでもね、飛行機まあまあ粗雑に扱われるから、そりゃいつかそうなるだろうなって、あんな重いものを入れてたらそうなるだろうなって思いましたけど、うん、空港の人ね雑ですよね。日本の人すっごい丁寧。そう、リモアが壊れるほど重かったんです。コスメがほとんど入ってて、だからやっぱ液体っぽいものも入ってたし、やっぱこれだけのコスメ入れたらさすがに、そうなんです。だからそう、空港のいつもだったらね、リモアだったらゴロゴロゴロって2個あったから行くんですけど、あのでっかいこういうやつに入れないと無理だったから、すごいね。そう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 、空港には責任ないでしょうか。でももしかしたら保険が降りるかもって言ってました。なんかその物が破損してるから、そう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 、そうなんです。あれだけのコスメの量で、コスメの収納は今はあの一つの棚に全部収納してます。で帰ってきたら全部そこに区分けして入れるようにして、で持っていくときはそこから一個一個出してやってます。うん、そうなんです。朝の洗顔何使ってますか。スキンケアはね基本的にモイスティーヌですを使ってます。で誰も中身がほとんどコスメとは思わないですよね。うん、思わないと思う。でも空港の人もタクシーの人もすごい意外な重さに、すごいなんか腰砕けないかなって思ってました。だから事前にめちゃくちゃ重いですよって何度も伝えて、であのちゃんとヘルプが必要かどうかもちゃんと伝えてやってます。じゃないとね、タクシーの運転手さんとかびっくりしちゃう。はい、あ、メイクレッスンで眉毛うまく描けるようになってきましたって、すごい嬉しいね。結構眉毛問題はね、たくさん皆さんあの問題を抱えてたからね、描けるようになるのはすごい嬉しい。やっぱ顔のねパーツのこう表情が変わるところだから、眉毛って、だからすごく大事かなって思ってます。うん、です。あ、そうなんだ、航空会社が直してくださいました。そうなんだそうなんだ、言えばよかったのかな。なんか壊れてる、まあいいやと思って普通にリモアに持ってっちゃった、お直しに。うん、あと2分ぐらいになってしまいました。アイさんに顔見てアドバイスもらいたい。そうですね、そう、あのまたねそういうのもできたらいいなって思ってます。次に日本に行った時も。はい、ドゥオーガニックのスキンケアどうですか。すごいいいですよ、めっちゃいいです。私はずっと使ってます。はい、そっか、日本でのメイクレッスンでまたやっていきたいと思います。はい、っていうことで、やっぱり夜遅い時間だと結構みんな寝ちゃう時間なのかな、どうだろう。朝こっちだと前の時間でやると10時、そちらの10時からやるとこっちだと朝5時なんですよね。だからやるか迷ってます。もしちょっと時間早めてほしい方がいたらアンケート取ろうかなっていう感じです。ではあと1分、あ、クレンジング教えてください。クレンジングね、クレンジングはねいつもモイスティーヌ使ってます。はい、っていう感じでした。ではまたいろんな詳細が決まったらまたご報告しようと思いますので、よろしくお願いします。ではありがとうございました。おやすみなさい。